聖書を拝読します。ヘブル人への手紙12章1節から2節。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者で、イエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。本日のメッセージは、上を向いて歩こうと題し、石渡恵子牧師に取り次いでいただきます。改めて、マキッ教会の皆さん、アロハー。おはようございます。皆さんと共に主を礼拝させていただけるこの機会、感謝しております。本当にさっきも祈りましたけれどもね、昨日の賛美フェスティバルも大変お世話になりました。本当によくしていただきました。皆さんのホスピタリティありがたい、尊いものと思っております。感謝しています。最初から最後までね、神様の栄光を表される素晴らしい賛美フェスティバルでした。感謝しています。4年ぶりの賛美フェスティバルだったんですよね。ということで、なんか私この末期教会に昨日足を踏み入れてですね、なんか足が地につかないというか、3回ぶつかりました。ここに入ってくるなり、パカーってなんかその辺のピューにぶつかる。これちょっと腫れてるんです、今日ね。で、その次に、キッチンの方にお伺いして、皆さんありがとうございますって、ともこさんどこ行った？ともこさんとか、みささんとか、キッチンでね、ご奉仕されているのが、見えたんです。フェロー、社交室ですか？ソーシャルホームルームですか？あそこから、キッチンの中にいらっしゃる、ね、懐かしい姉妹たちのお顔が見えて、あーって言ったら、パーンって、網戸があったんです。あの後でね、私たちちゃんと賛美できたのは神の憐れみです。もうなんかね、嬉しすぎてっていうか、なんかもうね、足が本当地についてなかったんですね。まあそんなこともありましたけれども、本当に感謝でした。今日はですね、先ほどもすでに司会者の姉妹からお話ありましたように、心に光を講談交換ということでお伺いしております。講談交換といってもですね、講談は交換しないのです。牧師が入れ替わるんですね。IJCC の冬木智弘先生が、賛美リードをしてくださる、息子さん夫婦とね、共に来てくださっています。今すごいですよね。私たちの教会、今日は、普段ズームと対面式でやってるんですけども、今日はね、Facebook ライブでパールシティの礼拝を配信してるんです。それを見ながら、まあ、聞きながら運転してこちらに向かったんですけどもね、冬木先生がお話ししてる様子とかちゃんとチェックできて、冬木先生が今朝話されていました。心に光をの番組、もう41年目に入るそうです。41年。本当にこんな風に長く、日本語での、クリスチャンラジオ放送、継続できているというのも皆さんのお祈りと本当に経済的なサポートですね。皆さんの尊い献金があってこのように、ラジオ伝道を続けることができています。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。何よりもまずね、この番組のためにお祈りください。そして、まあ、ラジオ放送のためにはね、放送費用というものがかかるんです。私たち、放送局に行ってお金もらうんじゃないんですよ。皆さんが捧げてくださるものをラジオ局にお払いして、私たちは、交代でね、メッセージをさせていただいています。ぜひ、よろしかったら、献金の方もお願いしたいと思っています。封筒が皆さんの手元に
終わりかと思いますけれども、もしも小切手でね捧げてくださる方は AHJCC、昔はですね、まあ昔って言ってもそんな昔じゃないんですけど、心に光をの講談交換でこんな風に講談に立ってね、教会の皆さんに支援のアピールをするときに、昔はねクレジットカードはダメですって言ってたんです。クレジットカードで捧げ物できませんって、なんかちょっと冗談めかして言ってたんですけど、冗談ではなくなりました。クレジットカードでもね、あの献金していただけるようになりました。すごいですね。この連合のウェブサイトがあります。 ahjcc.com、ahjcc.com、いらしていただけると、いろんな案内とか写真とか、また捧げ物をね、していただくための、ページなどもありますので、お気持ちのおありの方、ぜひ、そちらのウェブサイトもね、訪ねていただけたらと思います。はい。今日のメッセージタイトルはですね、上を向いて歩こうとさせていただきました。上を向いて歩。みんな歌わないね。知らない。この歌知らない。ん？知らない人はいない。皆さんご存知という前提で、ではお話しさせていただきます。この歌はですね、まあ、英語だ、まあ、アメリカだとすき焼きソングなんてね、呼ばれています。坂本九さん、まあ、九ちゃんと呼んでいましたけども、が歌われた歌でですね、なんと、私の生まれた日から、ちょうど1ヶ月後にね、リリースされたんです。私がいつ生まれたかって、まあ、それは今日、まあ、置いといてですね、すごい古いということですよ。で、まあ、本当にこの、すき焼きソング、上を向いて歩こうって、日本だけではなくね、もう本当に世界中で、もうスマッシュヒットとなった歌なんです。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す春の日。一人ぼっちの夜。っていう、歌詞ですけども、私たちもそんなことありませんか。泣きながら歩く。一人ぼっちの夜。ハワイでもあるあるではないでしょうか。私がハワイに住むようになってもう27年半になるんですね。まあ皆さんの中にはもっと長くハワイにお住まいの方おられると思いますけども、まあハワイはね、パラダイスだなんて言われます。見上げればそこにも今日もいいお天気ですよね。もう抜けるような青空、もうさんさんと輝くサン、あはは。反応ないな。笑ってくださって全然構いませんからね。いいですよ。面白くなければ無理に笑わなくてもいいです。で、私が質問したらどうぞ遠慮なく答えてください。よろしくお願いします。皆さんの反応を求めたらです。求めたらね。はい。本当にでも美しいハワイ。エンジョイしてますか？うなずいてる方と、っていう方とね。いらっしゃいますね。まあね、どうですかね。そこに住んでる私たち、まあ観光してるね、わけではないので、なかなかそんなハワイの美しさを楽しむ、なんか心の余裕がないんですよね。仕事があります。お世話をしなければならない家族がいます。私、92歳になる母を呼び寄せて一緒に、生活しています。あるいはもう本当に物価が高い。ハワイはただでさえ高い。でも今本当にインフレのひどいこと。なかなかね、一時外に出なかったじゃないですか、コロナのために。外食とかしなかったですよね。それがですね、つい、ちょっと前ですね、数ヶ月前かな。日本からのお客様、日本からのお客様が来られるということも本当にありませんでしたよね。この数年。でも、お客様が来られて、じゃあ、食事でも、パールシティのジッピーズに行きました。そして、なんで笑うの？オックステールスープをね、
これ冬木先生のおすすめなんですよ。ジッピーズのオックステールスープをじゃあ日本からのお客さんにご馳走しようと言って、ご馳走したらですね、まあお高くなってました。で、日本の、まあ、若いちょっと若い方だったので、もう頭の中でね、日本円にいつも換算する癖がなんかあって、これ20ドルってチーンジャラジャラジャラってね、音が聞こえました。これ4000円だねって、はぁみたいな。高いこと高いことって、なんか円に換算すると余計に、でもやっぱり高いよなって、こんな高かったっけってね、思いましたね。まあ、物価も高ければ家賃も高い、まあ、ハワイにだって社会問題から家庭の問題、個人の問題、ありとあらゆる問題があります。ハワイで風邪ひく人いますって言うとね、日本の人がはぁみたいな顔するんですよね。ハワイで鬱になる人います。ハワイだろうとアメリカ本土だろうと、私たちの故郷日本だろうと、私たちにはいろいろなチャレンジがあります。もうダメ、やってらんないっていう時がありませんか皆さん。そんな時に皆さんはどうされていますか。どこか心の逃げ場がありますか。話を聞いてもらおうってお友達に電話されますか。それとも布団の中で悶々と、されるでしょうか。あるいは一人夜の星を見上げながら涙するでしょうか。でも行き場のある人は幸せなんです。行き場、心の行き場ですね。心の行き場のある人は幸せです。なぜって、私たち皆この地上にあって生きている限り必ずさまざまなチャレンジがあるからです。特にイエス・キリストを信じて、聖書に書かれた真理の御言葉に従って生きていこうとするときには必ずと言っていいほど逆風に合います。この世の風、風潮という言い方もしますね。風潮って皆さんどういう漢字からできてますか。はい、風と潮ですよね。風と潮、まあ、この、まあ、潮潮流っていうんですかね、まあ、風ってね、感じるんですよ。あ、今日風強いなってわかるじゃないですか。あんまり風ないなって、私ちょっと今扇風機つけたんですけどね、風ってわかる、風吹いてるなって、飛ばされないようにしようとかね。でもこの潮潮流っていうものがあって、まあ、海の中の話をしています。知らず知らずのうちに流されてるってね、なかなか気がつきにくいですね。まあ、サーフィンされる方とかね、まあ、よくご存知だと思います。この海の中の流れっていうんですかね。一時私はよく、SUP、SUP、スタンダップパドル、スタンダップパドリング、してたんですね。ちょっと大きめのサーフボードみたいに乗って、こうやって、よくアラモアナに、出没していました。そしてその帰りにアロハでちょっとご飯買って帰るみたいなね、いう感じだったんですけど、本当に気づかないうちに元来た場所からはこんなに離れてしまったって、気づいてヒヤッとする時がね、何度かありました。アラモアナはそんなことあんまりなかったですね。たまにカイルアとか、その隣は何でしたっけ、ラニカイか、ラニカイとかね、やってるうちもいつの間にかね、元いた場所、タオルとか置いてある場所からね、あ、こんなに離れてるって、あの木のそば、あれ、あっちの木のそばだったかなとか、わかりにくいんですよ。目印を覚えておかないと、あの大きな木のそばとか、あの大きなビルの、ね、たもと、その前だとか、覚えておかないと、もう本当に、わからない。どれだけ自分が流されてか、流されてしまったかも、わからなくなってしまいます。
イエス様ってある意味そういう目印なんですね。イエス様が目印なんですね。そして私たちがそのイエス様を目印に、イエス様を目当てに、イエス様に従って生きていこうとすると、私たちをこのイエス様から、神様から引き離そうとね、引き離して流そうとする潮流、あるいは逆風が途端に強くなります。そして私たちがなかなかイエス様に従いきれないように働きかけてくるんですね。それこそぼーっと生きてるとですね、チコちゃんにしこれんではなくて、もうあれよこれ、あれよあれよあれよという間にイエス様から遠く離れたところに行ってしまうということもあるわけですね。そんなこの世の逆流、逆風に逆らってイエス様に従っていくっていうことは、私たちクリスチャンにとってもう大きなチャレンジ、苦難ですよね。けれどもイエス様ご自身がヨハネによる福音書16章33節ではっきりと言われています。このように言われてるんですね。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました。もう一回言います。あなた方にはこの世で苦難があるよと。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました。さあ質問しますよここでのあなた方にはこの世で苦難があるよとイエス様が言われたあなた方とは誰のことですか。はい、私たちとは。その通りですよ、私たちですよ。私たちとはどんな私たちですか。イエス様はこの時誰に向かってあなたたちって教えられたんでしたっけ。すべての人にですか。ん、その通りです。大きい声で言ってくださって大丈夫ですよ弟子たちですよ。これ弟子たちに言ってるんです。あなた方にはこの世で苦難があるよって弟子たちに言ったんです。でも勇気出しなさいって、くじけるなって、私はすでに世に勝ってるからおっしゃるんですね。弟子たちに、イエス様の弟子たちにね、おっしゃった言葉なんですね。イエスキリストの弟子であるなら私たちには苦難がある、もう前提です。苦難がある。イエス様の弟子なのに苦難がなかったら、考えてみた方がいいかもしれません。私のクリスチャンライフなんて順調なんていうことがあるとしたらね、一度もチャレンジありません、一度も苦難ありません、ちょっと考えてみた方がいいと思いますね大丈夫かなってでもね、苦難ってどういうものなのかちょっと説明しますね。新約聖書っていうのはまあ大体ギリシャ語で書かれています。そこでまあ苦難という苦難と訳されているギリシャ語、もともとね、プレッシャーっていう意味なんですよ。プレッシャー。わかりますね、プレッシャー。圧縮するもの、締め付けるもの、ギューって、誰かを囲む、監禁する。そういうね、閉じ込めるような狭い場所でのこのプレッシャー。ですから、もう狭い部屋に、狭いスペースにも閉じ込められている、監禁されている、もうどこにも逃げ道はないと感じさせるようなプレッシャー。これが苦難、あるいは艱難と訳されるときもあります。その意味なんですね。狭い部屋に閉じ込められて逃げ場がない!叫びたくなる、そんな経験、どなたでもあるんじゃありませんか?イエス・キリストの弟子なら特にあるはずなんですね。でも私たちは上を向いて歩いていくことができる。これが今日のメッセージになってきます。もう一度ね、ヘブル人への手紙、先ほど読んでいただきありがとうございました。12章の1節を見てください。こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんかと。はい、こういうわけ
でと始まっています。十二章一節、これ十二章の一節ですから、その前十一章ですね。ヘブル人への手紙十一章、ここはですね、旧約の時代の、まあ、信仰の、まあ、勇者たちと言っていいでしょうね。そのリストがね、記されている箇所です。信仰の章ですよね。信仰の上に神様に認められた人たちの名前が、まあ、アダムの息子アベルから始まって、エノク、ノア、アブラハムなどなどなど挙げられているんですね。この人たちもこの地上にあって、ありとあらゆる苦難を通ってきた人たちです。それでも目には見えない神を信じて、この地上で歩んだ信仰の先達、先輩ですよね、先達のことをこのように多くの証人たちと呼んでるんですね。このような証人たちの群れに囲まれている以上、私たちも自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんかと言われています。さあ、自分の前に置かれている競争、英語ではレースですね。人生は私たち一人一人の前に置かれている競争、レース、私たちはそのレースを走る。でもそのレース、誰が私たちの前に置かれたって書いてありますよね。受け身ですよ。誰が置いちゃったんですか、そんなレースを私たちの前に。はい、どうぞ。誰が置いたこんなレースん？悪魔ですか？こんな辛いレースを置いたのは悪魔か、サタンか。いや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 、どなた？これはね、神様によってっていうのが省略されてると考えていいと思います。神が置かれたんですよ。神様によって今私たちに一人一人の前に置かれているこのレース、競争、神様によって定められたレースという意味ですね。神様が私たちの前に、あなたはこのレースを走りなさい、走り抜きなさいと言われています。でそこにはゴールがあります。またその走り方もここに書かれているんですね。神様は私たちにこのレースをどのように、 How、 どのように、走ってほしいと願っておられるでしょうか。はい、御言葉を見てお答えください。何を思って、その通りです。ちょっとね、遠いのね。パーレスティもすぐそこに、ちっちゃいからすぐそこにみんないるから、すぐパッパッパッって答え返ってくる。皆さんちょっとね、やっぱ声が届く、音が届くの時間かかるの、ね、私の質問が届いてまた帰ってくるのに時間かかるのね。すいません、ちょっとギャップがありますが、皆さん答えてくださって感謝。忍耐を持って走ってほしいって書いてありますよね。人生は神様の学校、私たちが生徒、神様がまあ校長先生と言ったらいいですかね。人生の学校ですよ。神様の学校、人生は神様の学校で、神様の学校、学校にはいろんな教育科目がありますよね。まあ子供たちだったら数学だとか算数だとか英語だとか国語だとかね、いろんなまあ、科目があるわけですよ。さあ、神様の学校、神様の学校のね、あの教育科目、サブジェ、どんなものがあると思いますか。はい、どうぞ考えてみて。神様は私たちが何を学んだらよし卒業って言ってくださるんですかね。数学ですか、音楽、英語、国語、そういうのではないですね。何ですか。おお、信仰出ました。いいですね。他にあると思います。信仰という教科ね。うん、確かに。他に、おお、出ました。はい、出た。
もう愛が出ちゃったらもう、ね、それに勝るものはない。希望の学校、ああ、素晴らしい。他にあります？なんか聞いたらもっと、なんかもーっと私が予想もしなかった答えが返ってきそうで。他にないですか？じゃあ今日の聖書箇所に基づいて答えれた？忍耐。忍耐。まあ、愛は忍耐強い。ですからね。うん。まあ、愛の中の人一パートになるかもしれません。忍耐って、どうですか皆さん。神様がね、この地上にあって、私たちに学ばせたい重要科目の一つだと私は思っているんですね。愛は忍耐強い。でしょ？忍耐強く走る。これ短距離というよりはね、長距離です。ね。長距離大嫌い。マラソン、とんでもない。これ長距離なんですよ。このレース。さらにもう一点。私たちのこの人生レースの走り方。もう一点、教えられています。すべての重荷や絡みつく罪を、かなぐり捨てて走る。これ、新共同訳の訳し方ですね。すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて走る。まず私たちがかなぐり捨てるべき第一のもの。一切の重荷。重荷。これは文字通り、weight。weight です。トレーニングするときにね、weight をわざわざつけて、トレーニングする方、エクササイズする方、いらっしゃいますか？んいないかな。私はしませんけどね。まあ、筋力つけるためにね、ちょっと負荷をつけてトレーニングしたりしますよね。でもこの私たちのこの人生のレース、練習はない。リハーサルはない。いつも本番です。本番のレースでわざわざウェイトをつけて走る人はいません。そんな人はお利口さんです。余計な重荷があったらもう金繰り捨てて、走るんですよ。私たちの走りを重くするもの、主にどんなものがあるでしょう。一人一人ね、違った重荷に背負ってると思うんです、私はね。私たちが神様に向かってまっすぐ、懸命に走る、それを遅くする重荷です。私の場合はですね、どんな重荷があるかなって考えてみたときに、私自身が信仰のレースを走るのにね、金繰り捨てなければならないのにまだそこに追ってるみたいな重荷はですね、人の目を気にしすぎることだと思いますね。人の目、重いのよこれ。人の目などをね、気にしすぎて、あるいは人と比べるあまりよそ見をしたり、コースを外れそうになったり、外れそうになったりしますね。まあ、ちょっと例えればね、皆さん、ゲゲの鬼太郎って昔あったでしょ、アニメなんです。あれ、あんま好きじゃなかったんだけど、鬼太郎のパパっていうのがいて、目玉なんですよ。この人の目玉をね、この背中、この自分の肩に背負って、走れなくなってる。そんな感じですね。人の目肩に乗っけて走ろうとするとね、重いんですよ。金繰り捨てる。金繰り捨てる。なんかこの頃はですね、あまりにも人の目を気にすぎる自分がいるって気がついたので、もうあまり見ないようにして。見ないようにして。歩くようにして。時々、あら、挨拶もしないで失礼な石は連れてて。思ったら声かけてください。先生、おはようございます。って。そしたら振り返るんで。そんな、ね、挨拶を無視するような失礼なことはいたしません。はい。重荷ということね。ウェイト考えてみてください。もう一つ、私たちの走りを妨げるもの、挙げられています。何ですか？重荷と罪。どんな罪ですか？うん、もちろんそうなんだけど、どんな形容詞がついてます？形容詞がついてます。どんな罪？まとわりつく罪。わかりますか？いや、笑い事じゃない、これ。感じたことありませんか？罪はまとわりつく。
振り払っても振り払っても。これ、罪って私たちにまとわりついて、私たちが前に向かってまともに走れないように邪魔するんですよ。どんな罪があるでしょう。皆さんには聞きません。私によくまとわりつく罪、知りたいですか？知りたい？知りたくない？別にいい。知りたいって言ってくれたらシェアすることにしてます。聞きたくもないっていうのにね、無理してシェアしないんで OK。 聞きたい人はーい、ありがとう。じゃあ聞かせてあげます。あちこちで喋ってんですけどね。はい、石渡恵子の罪ベスト3でございます。さあ第3位からいきましょう。第3位、怠惰の罪。めんどくさがり屋です。うちの母に聞いてみてください。何ヶ月ここに置いとくのって、置きっぱなしものやね、いろいろありますね。めんどくさがり屋。第2位はダダーン、自己中。自己中の罪。何でもみみみみみ、私は私は私のことはどうなるのですね。さあいよいよ輝く、いや輝かない、不名誉な第1位は、ドド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 ドラムの音、何だと思います？ヒゲする。あ、真っ逆さま。ヒゲしない、あんまり。逆です。いいとこついてきましたね。何だと思います？二つの声が聞こえました。プライドという声と傲慢という声が。よくご存知で、よく私という人間よくご存知で。ピンポン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 、傲慢、プライド。連合の祈祷会っていうのをしています。月に1回ズームでしています。ぜひ皆さんもね、まだ参加されたことないからぜひ参加してください。この連合の祈祷会で、ある時関先生、ホノルル教会の関先生がメッセージを、された時に、私たちの中にある、まあ、私たちの中でムクムクと頭をもたげるマウント傲慢の話をされました。マウント傲慢の話知ってる方いらっしゃいますね。連合のね、祈祷会で話をする、マウント傲慢、何ですかこれ。傲慢の山ですよ。まあ、イスラエルに行くとマウントハーマンとかね、ハーマンだったねえ、もうマウント傲慢、傲慢の山。私はね、傲慢というよりね、傲慢なんですよ。マウント傲慢ね、傲慢と傲慢って違い皆さんご存知ですか？あんまり気をつけないでね、まあ、私もあんまりはっきり知らずにこの言葉使ってたんですけど、傲慢と傲慢似てるんだけどやっぱ違うようで、調べてみたところ、傲慢っていうのは、思い上がって人を見下す、まあ、だいたい心の中でのことなんですね。まあ、それが表に出ちゃう時もあるけど、ね、思い上がって人を見下すことなんですね。傲慢っていうのは、そんな思い上がりが態度や行いに出てしまうっていうことなんだそうです。なるほどと。で、私自身はそんなね、傲慢だとは思われてないと思う、思いたいですけど、でも実はマウント傲慢、傲慢の方がね、心の中でムクムクと頭をもたげる時があります、ね、こういう罪ってもちろん悔い改めるんだよ。気がつかされれば悔い改めるんですね。悔い改めてもまたまとわりつく、まとわりつくんです。いや、あの時悔い改めたのに、おかしいなって。いやいやいや、おかしくない。
なぜ？罪はまとわりつくんです。まとわりつかれたらどうするんですか？はい、金繰り捨てるね。またまとわりついてくる。しつこい罪はまたまとわりついてくる。どうする？金繰り捨てる。わかりますか？だから忍耐がいるんですよ。忍耐がね、このレースを走っていくのには忍耐がいります。でもこのことは覚えておいてください。このまとわりつかれては心から悔い改め、金繰り捨てる、そのプロセス、その過程の中で私たちはね、確かに清められていくんですよ。清められていくんです。イエス様に似たものに変えられていくんです。プロセスです。それは確かですね。私たちが目指すゴールはイエス様です。そのこともね、はっきり書かれています。2節お願いします。信仰の創始者、また完成者であるイエスから目を離さないで走る。他のすべてのものから目を離してイエス様だけを凝視することを意味するんですね。この主イエス様は私たちにとってどんなお方であると言われていますか？信仰の創始者、また完成者ですよね。私たちも信仰の創始者、信仰を始められた方はパイオニアという英語では訳されています。パイオニアと呼ばれるイエス様が、私たちね、この私たちのためにこの十字架の死を忍耐して通られ、私たちの救いの道を開いてくださいました。また私たちの信仰を完成させてくださるのもイエス様です。末教会に私の信仰は完全です、もう完成されていますというから、はい、いない。いや、今の話ね、今ね、はいっていう人いませんか？誇りを持ってどうぞ堂々と手を挙げてください。いない。本当？大丈夫？本気ですか？よかった、安心しました。まだね、完成された人はいないんですよ、ね、イエス様が私たちの信仰を完成させてくださる時がやがて来るということは私たちは知っています。そう信頼していることができるんです。まだ完成してないですよ、ね、最終的にはでもイエス様がよっしゃ完成、ね、そこまで導いてくださいます。イエス様がもう一度この地上に戻られるその時、私たちの信仰の完成者イエス様が完成された救いももたらしてくださいます。だから私たち自身ね、今自分自身を見て、さっき何て言い方されましたっけ、卑屈になるって言われましたか ね、今自分自身を見て、そのあまりにも不甲斐なさ、私の信仰ダメダメダメなんてね、あまりにもその不甲斐なさを嘆くこともない。もちろん罪は悔い改めますよ。でもね、あまり自分ばっかり見るのも、見すぎるのも良くないです。結構これもミーミーミーに近いものがあったりしてね、自分を見つつもね、罪は悔い改めながらも、でも私たちの視線はイエス様に向け続けるんですよ。上を向いているんです。私たち今この地上にあって、肉眼では見えないけれども、イエス・キリストを仰ぎ見、顔と顔を合わせてイエス様にまみえる時を望みながら、その信仰の完成、救いの完成の時を望みながら、すべての重荷と絡みつく罪を金繰り捨てながら、忍耐強く走り続けていきましょう。お祈りをします。明日神様、この礼拝を愛する牧木教会の皆さんと共にお捧げできることを感謝します。神様、主を信じる私たちが
私たち一人一人のために定められたレースを、競争をしっかり走っていくことができますように。この世には逆風が吹いています。逆流が渦巻いています。でも私たちのために苦難の道を、愛の忍耐をもって歩み通してくださったイエス様を見上げながら、私たちもこのレースを走り切ることができますように。どうぞ私たちに絡みつく罪、悔い改めるべき罪がありましたら、どうぞ気がつかせてください。私たちが励まし合い、慰め合いながら、主を見上げ、信仰のレースを走り切ることができますように。藤波先生を祝福し、信徒リーダーお一人お一人、そして本当に信徒のお一人お一人、祝福してください。このお城を見上げる方たちが、このお城の主であるイエス・キリストを見上げることができますように。さらにそのような方々を起こしてくださいますように。主よ、今このひととき、中野芽子先生のことも覚えて祈らせてください。この地上での命、あと2週間足らずとドクターは言われていますが、主よ、すべてあなたの御手の中です。芽子先生とあなたは共にいてくださいます。全く主への信頼のうちに、芽子先生を包んでください。平安で包んでください。中野ファミリーを包んでください。主の御心がなります。あなたにできないことはありません。すべて主にお委ねし、私たちは祈り続けます。また主よ、ご病気の方がおられます。コロナにかかってしまった方もおられます。主よ、先ほども祈りましたが、イエス様の御名によって癒され、強められることができますように。願いいたします。お一人お一人の祈りと合わせ、この祈りを尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。石渡先生、ありがとうございました。では応答の賛美をしましょう。お立ちになれる方はどうぞお立ちになってください。Oh, yeah.
共に命